ございました。まもなく終点対馬です。この先佐賀弥富方面の受けております。お近くに見えましたら、席をお使いのようお声掛けをお願いいたします。また、時間などの反対行為のある方で被害を受けたり、身内バレたときは、病院または駅の会場までお知らせください。
崎です。Thank you.
次は6話です。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用や床に座るなどの行為は周りのお客様のご迷惑になりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。次は津島です。